次に、この忙しい中、国会議員の皆さんが駆けつけて来てくれています。はじめに民主党の緒方林太郎議員です。お願いします。皆様こんばんは。多くの皆様方がこの議員会館前にお集いであること、改めて敬意を表したいと思います。平和安全特別委員会の委員でございます、民主党衆議院議員緒方林太郎であります。まず今回の法案について述べる前に、あの自民党の文化なんちゃら講和会、皆様方どう思われましたか。広告召し上げろ、沖縄の新聞は潰れろ。しかしこれは一議員の言葉ではありません。これが皆様方もお気づきだと思います、これが政権の本音じゃないですか。表現の自由を、そして報道の自由を、できるだけ国民の耳に都合の悪いことは入れたくない。だから報道に対して圧力をかけよう、こういった動き、本当に私は感化できない。まさに民主主義の存立を脅かし、民主主義を根底から覆す、民主主義の存立危機事態じゃないですか。皆様方、このことに大きな声を上げていただきたい。これは一議員のコメントではない、官邸から来ている安倍政権の本音なんです。だから皆様、この今回は窮状の話もあるけども、しかしその前に表現の自由、報道の自由といった国民の権利が脅かされようとしている、いや実際にもう脅かされている。皆様方、団結してこの件頑張ってまいりましょう。そして私は委員ですので、少し委員会の状況を説明させていただきたい。審議はそろそろ80時間になろうとしている。誰が決めたか知らないけど、80時間になったら採決だと、そんな話も聞こえてくる。すでに与党からはそろそろ採決ですかねというような声も上がってきている。だけど皆さん考えていただきたい、この審議の一番不思議なことは、審議をすればするほど世論調査でのよくわからないという方の数が増えていっている。捕まってないんです。今採決をしようなんていうのはもってのほか、押し切ろうという圧力を私は現場で感じています。これをさせないように、ダメだと、採決ダメだと。それこそどなたかが質問しておられましたが、国民の世論調査をやって5割超えたら、よく理解できたという人が5割超えたら、じゃあ採決しようじゃないかと、それを約束してくれと、そういう質問をした方もいました。何の答えもありませんでした。おそらくそこまで行く自信がないんだと思います。こんな重要な法律、今のような理解の状態で採決をすることに、団結として現場で戦っていきたいというふうに思います。そして私は今回質問をしていて感じたことがあります。なぜ国民の理解が深まらないかといえば、政府の答弁がよくわからないからなんです。私は非常にわかりやすい質問で、法律に出てくる用語で我が国の平和および安全という言葉がいろんなところに出てくる。だから我が国の平和および安全というのは、その定義は何ですかと、何ですかと聞きました。答えが返ってこない、答えが返ってこないんです。我が国の平和および安全という、誰が考えても一番最初に答えられなくてはならないこの言葉について、定義はゴニョ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 言ってました。よくわからない、こういったことが国民の皆様に不安を与えている。まさに我々が一番大事にしなきゃいけない我が国の平和および安全、この言葉について答えられない政権にこの法案を通す資格はないと、私は皆さん方に強く申し上げたい。ともかく答えが、答弁が返ってこない。集団的自衛権も、いや極めて限定的なんですと、もう本当に本当にわずかな部分だけなんですと説明をしている。だけどもその後にいろいろ聞いてみると、戦争をしている交戦中のホルムズ海峡にも出ていくと、
いやこれに出ていけるのであれば何でも引っかかるじゃないですかと、打ち手の小槌でしょとこれと、答弁は返ってこない。しかしながら残念ながら今45人の委員の中で与党が32、野党の数はほんとわずかであります、13人です。その気になれば、その気になれば押し切ろうと、その力が働かないとも限らない。それをお支えいただけるのはまさに国民一人一人の皆様方のお力であります。皆様方共に頑張ってまいりましょう。本日は本当に本当にお集まりいただきました。ありがとうございました。